今日のご飯はお父さんが作りました。何でし、何かを。肉じゃがです。肉じゃが。どうやって作りましたか。肉じゃが、肉を多め、じゃがを4個。さっきと違うけど分配や。それと人参を大きなの1本、うん、それと玉ねぎが1個、うんうん、それに一握りのかつぶし、うん、それと昆布茶、うん、昆布茶小さじ1杯、うんうん、それと、うん、それと、うん、仕上げに、うん、ボルドーのワインをキャップ1カップ、うん、ワインを入れましたか。はい、肉じゃがに、はいはい、なんで、うん、ちょっと煮すぎるぐらいまで煮て。あれ味付けた、今ワインしか入れてないけど、味は、うん、うどんのだし、うん、濃いめの、うん、だしを、うん、1カップ、それと、はい、塩少々、うん、それと砂糖2さじ、うん、それで、うん、蓋をして煮込みます、うん、蓋をして煮込みました。そして何分間煮込みましたか。ほぼ10分ほど。10分ほど、うん、それでじゃがいもが崩れる前に火を止めます、はい、そしてちょっと冷まして、うん、食べたら熱くん美味しい肉じゃがができました。初めての肉じゃがです。お父さん手作りの初めての肉じゃがを食べてみたいと思います。はい、我ながらいい味をしてると思いました。ありがとうございます。では、はい、どうぞ。いただきます。見かけが見栄えが悪いな。なんかわからん。そろそろ帰ろっか。暗くなったし、まだもう少し一緒に遊びたいけど、手をつないで帰ろっか。転ばない。